たてちんチャンネルへようこそ。たてちんでございます。本日はね、筋肉マンマッスルショット行ってみましょう。マッスルショットパチッと。はい、本日はね、こちらのバトル行ってみたいと思います。パーフェクトザルールアビスマン猛襲でございます。ね、このね、アビスマンですけどね、ようやくたてちんもね、新筋チャレンジということで、今回もね、行ってみたいと思います。まず、これ、ラウンド1でございますけど、登場するギミックは炎ロープ、それから電流ロープでございます。で、メンバーはね、こんな感じでございます。で、調理王なんだけど、ちょっとね、まあ、動画できなかったんだけど、肉の機能ガチャでね、当たった、こちら、棟梁でございますね。よし、行ってみますか。棟梁はね、もう電流、それから炎ロープ耐性でございますからね、かなり自由に攻め込める、かなり強いね、キャラでございますね。ちょっと今、牛丼取らなきゃよかったな。うん。よし。で、ラウンド1はね、もう結構ね、さっさとやりたい。やっつけたい。ね。よいしょ。うん。よし。まあ、アビスマンなかなかね、チャレンジできませんでした。ね。結構ね、時間帯がまあ、早かったりね、まあちょっと縦陣にマッチしてない状況でございましたんでね、今日はね、さっとね、アビスマンの方ね、攻略していきたい。ね。よいしょ。いい感じで、ダメージ与えてますね。結構ボコスカやられてるぞ。よし。よし。電流突っ込むなあ、もうこじゃー、突っ込んじゃった。これはほんと電流突っ込んじゃダメなパターンですからね、気をつけてくださいね。縦地みたいなことはしないように、皆さんね、していただきたいと思います。はい、ラウンド1 KO でございます。はい、続いてラウンド2でございますね。登場するギミックがね、炎ロープ、それから電流ロープのこの地獄の砂柱でございますね。これ、ぜひともね、ちょっと回復していきたいね。いけるか。よいしょ。あー、欲しい。ちょっと、あんまり回復できなかった。そして、ミラージュバンね。よいしょ。よし。よっしゃ。よいしょ。こんなもんか。よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。よっしゃ、よっしゃ、よし。いい感じじゃないですか。で、ちょっと多分こいつの必殺技が、多分出るよな。出るよね。そう来るよね。はい。来るよね。まあ、これは、まあ、しょうがない。こいつを速攻倒したいところでございますね。クリームリッパーもね、多分。よいしょ。よし。よいしょ。よし。ちょっと下まで行きたかったな。ちょっと怖い。必殺食らっちゃうんだけど、まあ、なんとか、生き残ってる状態。ちょっとかなり厳しいね。とりあえず、こいつだけは、早くやっつけたい。ちょっとかなりね、炎ロープとか、突っ込んじゃってやばいね。よしよし。で、これが鬼門の、ラウンド3でございます。よいしょ。あ、牛丼取りたかったのにな。いけなかったな。結構ね、雑魚も強いんだよ、これ。うわー、マジか。牛丼。よいしょ。でね、もうちょっとね、ほんとビビンまでマジで回復していきたい。マジで。ちょっと、変な位置にいる。よし、ナイスナイス。電流はなんとか防いだぞ。危ない、マジで危ない。よっしゃ、牛丼出たんで、よいしょ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 よし、はい、うまい、よっしゃうまい、はい、KO ね。危ないとこだったね。多分牛丼なかったらやられてたな、完璧な。うん、はい、ラウンド4でございます。ラウンド4も登場すんのは、このロープとダメージ電流だね。まあこれなんとかね、ほんと電流と炎ロープさえなんとか対策を打ってほしいね。そして意味のわからない縦感ね。そしてもう本当にね、これゴールドマンに当てていくような感じだね、これ。よいしょよいしょ、ほぼほぼこれでね、ダメージを与えていく感じですね、私。うん、よし。まあ必殺食らっちゃうけど、これうまくね、ビビンバで回復していきましょう。いけるかな。よいしょ。まあこれが限度か。よし。でミラージュはなるべく電流側へ。よいしょよいしょよし。で早くこのネメシスもやっつけたいね。うん、であんまり攻め込まねえようにして、攻め込まないようにしてと思ったんだけど、はい、KO でございます。倒しちゃいましたね。はい、ファイナルラウンドでございます。これがマジ鬼門の、ファイナルラウンドでございますね。このね、鬼なんだけど、速攻倒したい。ね、速攻倒したい、こちらの鬼でございますね。うわー、コブラツイスト、やばい。で、もう、よいしょ。本当はね、これゴールドマンに当てればバチバチね、倒せるとこなんだけど、これちょっとまだゴールドマンしびれてます。やばいです。これ完璧やっちゃった系だな。これはちょっと必殺いきましょう。よし、きた、バリケンパッケージ、バッシャー。ちょっとこれヒットポイントで回復しないとやばい。うん。よし、いいぞ。まあ、コブラツイスト、これ毎ターンね、打ってくるんでね、ちょっと早めに倒したいは倒したいんだけど、で、ちょっとね、これザコがほんとうざいんで、ザコ一掃しましょう。行ってみよう。よっしゃー、きたー、もうちょっと雑魚を一掃して、もう心筋もあれだね、必殺いってくるよ。よっしゃー、ダーン、大切な私ダシャー。ちょっと板足じゃないからやばいかもしれない。で、棟梁はもう完璧、牛丼取り行ってもらいましょう。よいしょよいしょ、これでどうじゃと。で鬼がね、正体表すね、アビスマンでございますね。もがもがもごまよにゃーね。これでもう速攻倒していきたい。よいしょ、もう必殺はもうやばい。よし、よっしゃ。よし、こんなもんか。よっしゃよっしゃよっしゃ、これでゴールドマンに当ててバシバシいってこう。よいしょ。あー、ちょっと微妙だったか。よっしゃ、投了頼むぞ。よっしゃー、しゃー、ダシャー、よっしゃー、あともうちょい。よいしょよっしゃよし、ミラージュマンに当たれ。よしよっしゃ、あと1撃やで、あと1撃だ。よいしょよっしゃー、 KO。 よっしゃ、なんとか倒せました。頼むぞ。ドロレドロレドロレ。ということで今回はアビスマンドローできませんでしたね。はい、今回ね、アビスマン猛襲ね、やってきましたけどね、ほんとできればちょっとね、ゲットしたところ見せたかったんだけど、今回ね、事前にこちらアビスマンの方チャレンジしまして、こちら縦陣でなんとかゲットすることができましたね。ようやくですね、縦陣、こちらね、アビスマンゲットしましたんでね、ようやく縦陣持っております、悪魔将軍。これがね、ようやく絆覚醒して、ゴールドマンになるということで、ようやくね、まあ、なんとかこちらのアビスマンゲットしましたんでね、もうゴールドマンにね、覚醒してね、またね、猛襲なんかね、どんどん進んでいきたいなと思っております。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。ということで、たってじんチャンネル、またパソコンでね、ご覧いただいている方はね、ここら辺にね、チャンネル登録ボタンがございますんでね、チャンネル登録ボタンを押していただければいいかなと思います。でね、スマホ、タブレットでご覧いただいている方はね、下の概要欄の方にね、下に URL 貼ってありますんで、ぜひそちらからチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が良かった方は、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。